テラスモール湘南店の店長の宇野と申します。私のおすすめする本は弘法大師空海と出会うという一冊です。よろしくお願いします。まあ、いろいろどんな本がいいかなと思ったんですけど、最近最もこうマイブームじゃないんですけど、自分の中で結構関心とか興味とかがあるのは空海さんのことだったかなので、で、まあ、最近、まあ、BS なんかではテレビなんかでもやって特集なんかもやってらっしゃいますし、よく耳にすることだったり本もいくつか読んでたので、まあ それがいいかなと思って、空海さんがいいかなと思って、3年ぐらい前ですかね、あの上野の美術館で陶磁の展覧会がありまして、で、まあ、そこに行ったりして、それであとは個人的にも京都に行く機会が何回か過去ありまして、でやはり京都なんか行くと空海さんにまつわる話とか、あとはあのお寺とかそういうことが多いので、どんな方なのかなっていう興味を持ったっていうのがまず最初で、別にあの真言宗の宗徒だとかそういうことではないんですけど、あのなんか興味を持って、で知れば知るほどどうしてこんな日本各地にいろんな伝説とか伝承が伝わってるんだろうなっていうところから、まあ、だんだん深く興味が出てきたみたいな、そういうことですかね。文字通り弘法大師空海さんに出会うということで、五部構成ぐらいになってるんですけど、人となりですとか地方にまつわる伝承のことだとか、あとはこの真言宗の中で伝わっているあの美術品とも言われるような仏像だったり、まあ、宝具だったりっていうようなものの紹介ですとか、あとはあの歴史の、紹介ですとかっていう、本ですね。はい、最初に空海さんのことを知ろうと思う方はあのこの本から入るのがいいんじゃないかなと思いますけど、あの、まあ高野山って皆さんご存知だと思うんですけど、あとはあのお遍路さん、四国の八丈、それも空海さんにまつわることなんですけど、そういった本も出てますが、次のステップの方がいいかなっていうふうに思ったりもしてますし、まあ、一番入門はこれがいいかな。四国の88箇所のお寺の中に出釈迦寺ってあるんですね。出る釈迦、釈迦様の釈迦、出る釈迦のお寺ってのがあるんですよ。でそこに写真ヶ岳っていうあの山があるんですね。でそこの山は何が伝わっているかっていうと、7歳になったあのお大師様がその山に登って、自分が一生涯を通じてその仏様の道に捧げる決意を示す、また自分がそういう人物であるかどうかを試すために高い山から飛び降りたんですって。7歳が、はい、でそしたら天女が現れて、まあ、助かったと。どういうふうにさらってくれたか分かりませんけれども、さらってくれたと。でその、山が身を捨てるですね、写真身を捨てるが岳ということで、まあ、写真が岳っていうのが伝わっているっていうようなエピソードがあったりして、まあ、これは一体どこまでどういう、まあ、本当なのかどうかも含めて、どういうことでこういうお話がつながっていくのかなっていうふうに思ったりしているのがいっぱい出てきて、そういうところに付箋をつけて、まあ、今度行った時に、あ、これがそうなんだと思ったりっていうふうにしたいなと思って、まあ一つのエピソードで、はい、面白かったですね。これが弘法大師空海と出会うという、はい、岩波真司から出ていたんですね。で、まあこういった形で興味のあるところを付箋をつけました。次に高野山って行ったことないんですけど、四国も行ったことないんですけど、どんなところなのかなって興味が湧きまして、やっぱりこれも岩波真司なんですけど、まあ高野山っていうことで、まあいろいろこうやっぱり興味があったり、っていうような、そんな話伝わってるんだとかっていう興味が分かるようなところにやっぱり付箋をつけていって、でこれは四国遍路と言われるもので、これもやっぱり岩波真司なんですけど、このページいろいろありまして、生まれになったのが四国なんで、そこから修行に出るときに、まあ、四国をぐるっと修行の旅をされたものが、四国遍路になったんじゃないかって言われてまして、まあ、88
箇所お寺があるんですけど、まあ、そのお寺の紹介ですとか、まあ、実際に旅した方なので、まあ、どんなことがあったですとか、まあ、旅行記みたいなものですね。これはですね、高野山真言宗総本山金剛峯寺っていうお寺、総本山があるんですけど、真言密教のそこが出されているまさに空海っていうあの雑誌で、年3回か4回かなが出てまして、期間でこれがあの2018年に出た記念すべき第1号なんですけど、あのお寺だったり仏像だったり僧侶さんだったりっていう方々の空海さんにまつわる本が、あとは高野豆腐とかそういうまあ料理をの作り方とかそういう弘法大師さんにまつわるあのものが雑誌として紹介されていた。これが2つ曼荼羅がありまして、これはもうレプリカのレプリカでもこういう色紙なんですけど、これが大蔵界曼荼羅って言われているもので、これがあのまあ真言密教の宇宙観というか世界観を示しているもので、まあ教えでありまあ大切にされているものなんですけど、これは今高野山にあるのかな、ただそれももう焼けちゃったり、もう1200年前のものなのでボロボロになっちゃったり色が落ちちゃったりしてるんで、全部レプリカなんですよ。そのレプリカの一つが高野山にあったり、まあ京都の東寺にあったりするんですけど、これが一つのレプリカで180ぐらいの仏様が描かれているっていうふうに言われてます。はい、でこちらが金剛界曼荼羅って言われている、これもやはり70ぐらいかな、仏様がやはり描かれてまして、まあ、いずれもそうなんですけど、大日如来っていう仏様が一番真言密教ではあの尊いと言われてるんですが、中心に描かれているのが、大日如来ですね。はい、でこっちが金剛界曼荼羅って言われているもの、それの色紙です。まあ、あの宗徒でもないので、まあ、何かこうお寺に何かやってるわけではないんですけど、まあ、先ほどもそうですけど、やっぱりあの寄り添うっていう、こう常にいらっしゃるみたいなっていうことを意識すると、まあリラックスだったり、まあ安定だったりっていう方ですかね、私にとっては。はい、そういう存在を感じるわけじゃないんですけど、まあなんかこう思えるみたいな。この本は、私が、いろいろ悩んでる時とかに、まあ、たまたま出会ったんですけれども、空海さん、大師様に触れることができる、まあ、一冊になってますので、宗教だからってこう敬遠せずに、まあ、歴史だったり文化だったり、素朴に空海さんのこと、お大師様のことを知る上では、入門書としてはすごくいい一冊になってるんじゃないかなというふうに思われますので、なんかちょっとでも興味が湧いた方は手に取られるといいかなというふうに思います。お寺相撲湘南展は、今年で10周年を迎えまして、2011年の、11月の11日震災があった年に誕生しまして、まあ、藤沢の地に根ざして10年経ちましたけれども、まあ、湘南っていう地域にあって若い、まあ、家族の方々が多く、また女性が7割ぐらい占めているお店なので、店作りも女性向きだったりファミリー向けのお店作りをしてますので、今こういったコロナ禍ですが、あの安心安全に、注力しますので、よろしければあのまたあのお店に遊びに来ていただければいいかなというふうに思っています。Do Kids と Do Life というものがございまして、そのフックにしてお客様をお呼びしたいということがあって、その2つのコーナーがあるんですが、Do Kids に関しては、イベントを主に今まではずっとやってきてたんですが、新しい発見ですとか、お子さんにしてみれば興味の湧く飼育商材ですとか、マイホームですとか、そういったものを幅広く取り揃えておりますので、ファミリーの方々に来ていただければいいかなというふうに思ってます。で、Do Life っていうのも、まあ、主に雑貨ですけれども、月替わりで行っておりますので、また、あの、遊びに来ていただいたときに、なんか、今まで見たことないとか、これ面白いねとか、かわいいなとか、っていうような商材をご提供できればいいかなというふうに思っているのが、あの、Do Life というところなので、その2つのコーナーが特色のあるコーナーですね。はい。居酒屋に行った時に必ず頼むメニューは何ですか？お通しに出てくるような出てこなかったとしても
枝豆とおしんこっていう王道はもし仮に お通しで出てこなかったとしても必ず頼みますね。で家でも必ず、まあ おしんこがあったり、枝豆があったりすると、まあ嬉しいなっていう、とても安上がりな。じゃあ次の方へ、お好きな、まあ興味のあるテレビ番組は何ですか？